はい、ハリケンです。今日はですね、こちらのちょっと伝票を剥がしたんで汚くなっちゃったんですけど、箱が届きました。こちら何かと言いますと、先日ですね、ツイッターのプレゼント企画で、タナチャンネルさん、東京クラフトさんのシェラカップ3個セットプレゼント企画がありまして、そちらでびっくり衝撃当選いたしました。ありがとうございます。先ほど届きましたので、せっかくなんで開封動画を撮りたいなと思いまして、まだほら見てください、開けてません。皆さんと一緒に開封していきたいなと思います。ステンレスと、あとステンレスに何ですか、被膜加工、ちょっと違ってたらごめんなさい、をしている黒いシェラカップと、真鍮のシェラカップ、ちょっと羅列が回らないの3個セットですね。東京クラフトさんのシェラカップ3個セット見事当選しました。では早速開けていきたいと思います。いやー楽しみですね。来ました。では開封します。オープン。おっと、これちょっと住所とか見えちゃうかな。ちょっと一瞬画面の外を出しますね。あ、危ない、住所入ってない。はい、はい、では開けますよ。じゃん。おー、一番上にやばいやつ入ってますね。はい、出していきます。うわー、すごいな。はい、じゃあ段ボールはねちょっと避けておきますね。こちらの3点です。ステンレスのシェラカップ、開けてみましょう。ステンレス、タナチャンネルさんでもこちらのシェラカップの紹介動画上がってたんですけど、こだわりはこのエンボス加工ですね。これをすごくこだわったというふうにタナさんおっしゃってました。あとこのですね、スケールが入ってるんですけど、このスケールもこのデザインを邪魔しない程度の、まあ、大きさということで、本当に数字、見えにくくもなく、きっちりと数字は見えるんですけど、そんなに主張してない。で、かつですね、お米の量もここに入ってるので、炊飯も、まあ、しやすいかなと思います。非常にかっこいいです。では、次に。ブラック開けてみましょう。じゃん。うわ、これもかっこいいな。ちょっと見えますかね、こちらもメイドインジャパン東京クラフトで、こちらもここにメモリが入ってますね。でエンボス加工なので、裏から見てもこのロゴが見えると。うわ、じゃあ一番気になってる真鍮、じゃん。うわ、めちゃめちゃかっこいいんですけど、これやばくないですかこれ。うわー、この黄金に輝くシェラカップ、真鍮のシェラカップって、まあ、他にも出してるメーカーさんあるんですけど、気になってたんですね。かっこいいなー。うわー、ピカピカ、これがね、だん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 使ってるうちに色が変わっていくというのも楽しみですね。でこの注意点、タナさんのチャンネルでもおっしゃってたんですけど、この真鍮だけは直火あまりかけない方がいいそうです。色が変化しやすいそうなので、これはまあなるべく直火にかけないでくださいというふうに言ってました。でこちらのステンレスと
これもステンレスなので、このブラックに関しては直火で使ってもらって大丈夫ですというふうに言ってました。どうですか皆さん、この3色並んでめちゃめちゃかっこいいですよね。色がまたいいですね。いやでも何もこの真鍮のシェラカップがかっこよすぎますね。いやこれ何を入れて使うか、また楽しみが一つ増えました。次回のキャンプに持っていきたいと思います。以上ですね、今日は東京クラフトさんのツイッタープレゼント企画見事当選しまして、そちらのプレゼントが届きましたので開封をしてみました。本当に当選の連絡というかですね、ツイートを見た時に本当って思ってびっくりしました。ありがとうございます。大切に使わせていただきます。では今日はもうこちらで以上になるんですけれども、引き続き他の動画もどんどん出していきたいと思いますので、よろしければチャンネル登録とグッドボタンを押していただいてお待ちいただけると嬉しいです。では皆さん、次回の動画でお会いしましょう。さようなら。